どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、速報ということで、ヒルトンホテルがなんと、またね、他のホテルをですね、買収を発表いたしましたので、本日はね、こちらの解説と、対象者限定でポイント2倍キャンペーン、またね、ヒルトンホテルポイント購入100%ボーナス、こちら一応最大だと思うんですけども、ここら辺来ておりますので、本日の動画では一緒にね、解説やっていきたいなと思います。 はい。ということで、こちらね、ヒルトンホテルのプレスリリースなわけなんですけども、2024年4月の3日に、えーの、プレスリリースがね、出ております。もうこちらにね、名前が出ておりますけども、このノマドホテルっていうのを、ちょっとね、翻訳的にはね、支配権を獲得するみたいなね、まあそんな感じで書かれていたわけなんですけども、えー、海外のブロガーとかね、普通に買収って発表してたので、まあ一応買収計画みたいなね、感じなんだと思います。これね、えー、っと、 Google 翻訳でね、訳とシルトングループはシデルグループの過半数の支配権を取得し、ノマドホテルブランドを世界的に拡大、ブランドは急増成長している。 高級ライイフスタルルカテゴリーーーでヒルトンデビューをマークいいたしますということでえ、こういった感じでね、発表されてるんですよね。このノマドっていうのは、直訳すると遊牧民って意味なんですね。まあ、このノマドホテルっていうのはですね、ニューヨークにもね、えあったホテルで、確かコロナ禍でねえ、どっかに買収されたか併業したかで、今ね、またネットっていう、また他のえホテルブランドに一応所属してるのかな。一応このグループ自体はね、一緒なんですけども、そのホテルもね、また別のホテルグループにね、 えっと、買収されてるみたいで、一応ね、このシデルグループっていうね、他には入ってないみたいなんですけども、まあ、今回ですね、このノマドホテルっていうのがですね、ヒルトンホテルにですね、買収、まあ、支配権をね、関数取得したっていうことが、 発表されました。過去10年で創設者のアンドリュー、ちょっと読み方がわかんないですけど、率いるシデルはノマド・ザ・ライン、フリーハンド・ザ・ネットなどの受賞のあるホテルコンセプトで7つのダイナミック・ライフスタイルブランドを作成しました。シデルはノマドブランドのデザイン、ブランディング管理担当し、ヒルトンは全ての開発をリードします。ノマドブランドはヒルトンなどを含む商用プラットフォームに完全統合されます。全てのノマドプロパティは独立して所有されたままです。 とということで、統合ははねね発表さされれてるんんででですすけどもノマドプロパティは独立で所有たたままみたいなんですよ、ね、で今回ね、あの、発表されているのは、一応ね、え、ノマドホテル。こちらね、ロンドンのノマドホテルのみがね、対象になっているということで、まあ、それ以上のホテルはですね、今のところは決まっていない。まあ、会議中、まあ、最終段階みたいなね、まあ、そんな感じで書かれているっていう風になるんですよね。ですので、 一応ね、今現在は、えー、ノマドロンドンっていうね、このノマドロンドンホテル、ちょっと後に見ますけども、まあ、こちらがね、決まっている。で、それ以外の、えー、グループはですね、これから話が進んでいくっていう、 感じみたいなんですよね。で、またね、このロマド・ラスベガスっていうのはですね、今回のね、ヒルトンホテルの買収っていうのにはですね、参加しないということで、取引から除外され、まあ、今後数ヶ月以内に新しいホテルにリブランドするみたいですね。このロマド・ロンドンっていうのはね、あるわけなんですけども、このロマド・ラスベガスっていうのは参加しないみたいなんですよね。で、このロマド・ロンドンに関しては、2021年オープン以来、贅沢なライフスタイルの探検を基準し、世界中の市場の 拡大するため規制のプラットフォームを提供いたしますということでこのねノマドロンドンのねホテルなんですけども非常にラグジュアリーでね え、素敵なホテルっていう風になっておりまして、こちらもね、値段を見ると1泊8万円から10万円ぐらいするね、まあホテルということで、かなりね、高いです。で、このノマドはですね、世界中750の施設のポートフォリオのため、ヒルトンのロイヤリティプログラムでヒルトンオーナーズに参加します。ヒルトンで直接予約するメンバーは、会員が滞在予約するためのポイント、お金、すべての組み合わせを選択できる自由な支払いスライダー、会員限定割引、無料の Wi-Fi、Fi、ヒルトンオーナーズのワイラ i f i え、即時特典にアクセスできますということで、今後ね、ヒルトンで、ま、直接ね、このノマドロンドンっていうのは、 予約ね、することができるっていうふうになりますし、まあ、ステータス特典等々もね、利用することができるみたいなんですよね。まあ、一応ね、あの、取引のね、あの、条件みたいなのは、まあ、公表されてないみたいなんですけども、ノマドロンドンっていうのが、まあ、ヒルトンホテルにね、まあ、参加するって言い出しになるんですよね。まあ、どういった感じでね、利用することができるのかっていうのはね、まあ、今後ね、また明らかになっていくと思うんですけども、いや、ヒルトンホテルね、めちゃくちゃすごいですよね。どんどんね、買収を重ねて拡大しているわけなんです なんですけどもまずねこのノマドロンドンがまあ、こういった形になっておりましてもうこのね公式サイトからして非常に素敵だなねそしてラクジュアリーそうなねまあ感じのねホテルになっているわけなんですけども、まあ、ここの場所自体がですねえっと昔の裁判所かなんかだったのかなそれを改修して作られたね、えー、ホテルみたいなんですけどもまあ、このね内装とか見てもねめちゃくちゃ素敵ですよね。 はい。まあ気になる方はぜひぜひね、こちら見ていただければなと思うんですけども、まあ今回ね、ヒルトンホテルが、一応このノマドロンドンはもう買収が決まっていて、まあそれ以外のね、先ほど言ったと、えノマドニューヨークっていうホテルが、まあ、あるんですよね。これが前のえノマドニューヨークなわけなんですけども、まあこちらは、えっ、ー、と、双方ホテルに一応買収されて、まあここはね、まあ今回のように、まあもちろんの、あの、双方ホテルにね、買収されてるんで、まあ参加しないみたいなんですけども、 それ以外にはですね、このね、フリーハンドっていうホテル、これも一応このね、 ホテルグループに入っておりますので、このシデルホテルグループ。まあ今後ね、ここら辺が利用することができるかもしれないっていうところですね。まあ今回ですね、ノマドロンドンはね、ひとまず確定していて、それ以外のね、このシデルグループのザ・ラインであったり、フリーハンド、ザ・ネット。まあここら辺がどのぐらい入ってくるかわかんないですけども、ひとまず約10のシデルグループとは高度な段階の議論に、ね、入っているみたいですので、まあひとまず10ぐらいのね、この シデルグループのホテルがですね、まあ、今回ね、参加するって言った形になるんですよね。ひとまずヒルトンホテルではね、こういったことが行われてるっていうふうになりますんで、いやね、非常に楽しみですね。いつ頃からね、予約できるのかね、ちょっと書いてあるかなと思ったんですけども、私は簡単に見た感じだとね、まだ予約日についてはですね、特にね、触れられておりませんでしたので、まあ、年内参加なのかなっていうところですかね。非常に楽しみですよね。 それでは次にですね、ヒルトンホテルがポイント購入100%ボーナスポイントも獲得ということで、一応これはもうステリーボーナスになってるかもしれませんので、まあ、もしかしたらですね、100%になってない方も中にはね、いらっしゃるかもしれませんね。こちらね、4月の2日からね、開始になりました。こちらのキャンペーンの詳細ね、ちょっとこちらに書いてあるんですけども、要約させていただきました。それが、 こちらになりまして、ヒルトンホテルポイント購入最大100%増量キャンペーンですね。ポイントを購入、そのポント、その100%ボーナスポイントも獲得ということで、今回ね、ポイントを購入すると100、100%ボーナスポイントがね、つくキャンペーン、いつものやつがね、開始になっております。こちら4月の2日、もがね、開始になっておりまして、5月の15日、13時59分。こちら私の方でね、日本時間に直しておりますので、公式イと見るとね、ちょっと違いますん、ね、で、この点ご注意ください。で、得点が今回100、100% ボーナスポイントということで、ポイントを購入していただくと100%ボーナスがつくキャンペーンっていう風になります。条件としては6000ポイント以上ね、購入していただくとね、100%ボーナスがつくっていう風になりますんで、もしね、購入される方に関しては6000ポイント以上ね、購入してください。で、上限は今回ね、24万ポイントということで、非常にすごいですよね。いつもね、16万とかでね、止まることが多いんですけども、 今回ね、100%で、しかも24万ポイントまでねえ、購入することができるっていう風になりますんで、100%ボーナスがつくと、 48万ポイントまでね、購入することができます。で、ポイント付与は購入後48時間以内っていうふうになります。いつもね、私の動画で言わせていただいておりますけども、このヒルトンのね、ポイント購入キャンペーン、マリオットもそうですけども、まあ、基本的にはお勧めしておりません。ちょっと足りなくて足すぐらいだったらね、まあいいのかな、なんていうふうに思うんですけども、基本的にはヒルトンアメックスとかね、発行していただいて、決済で貯めていただいた方がお勧めです。というのもヒルトンホテルポイント、マリオットホテルポイントね、どちらもね、 購入するとね、結構高いっていうふうになりますのと、今ね、円安がすごい進んでおりますので、あんまりね、あの、まあ、お得ではね、あの、一部の方にとってはすごいお得ではあるんですけども、まあ、基本的にはね、そこまでお勧めすることはできません。で、今回ですね、100%ボーナスね、えー、つくということで、まあ、どういった方にお勧めかというと、もうヒルトンホテルポイントはね、もうポイントヒルトンのホテルでね、使っていただくしか基本的にはね、使い道はございませんので、えー、5 0 ポイント連泊していただくと5泊目が無料になるね、特典がヒルトンホテルのね、プログニアムにはございますので、基本的にそれで利用していただくのはね、非常に おすすめです。で、今回のね、ヒルトンホテルポイントの1ポイントの単価なんですけれども、ヒルトンホテルポイントは前々回ぐらいからね、日本円で購入するっていうふうになりましたので、まあ、特にね、為替レートも前々回ぐらいからね、変わっておりません。ですので、多分ね、そんなにレートはね、今151円とかね、あの、奴隷のレートになってると思いますけども、そこまで高くないんじゃないかなっていう感じですかね。 はい。で、えー、今回ね、6000ポイント以上ね、購入していただくということで、基本的には6000ポイント以上ね、購入していただくと、100%、1万ポイント購入すれば100%ついて2万ポイントで、それが14,902円っていうふうになりますんで、公式サイト行くとね、もうこの金額で公式サイト出ておりますんで、まあおそらくこのまま購入できんじゃないかと思ってるんですけども、私も購入しておりませんのでね、あの、細かいところまではちょっとわかんないですけども、多分これでそのまま購入できるのではないかと。 思います。で、一、えー、1ポイントの単価が0.74円っていう風になりますんで、ヒルトンホテルポイントの価値っていうのは基本的には0.3円から0.5円。リゾート地であれば、ハワイ、ニューヨークとかね、モルジブとかであれば、まあ、1ポイント1円以上で使えることがあるんですけども、国内だとね、まあ0.5円。まあすごい繁忙期であればね、1ポイント1円以上で使える。あと6京都とかであればね、使えるかもしれませんけども、まあ基本的にはですね、0.3円から0.5円ぐらいなので、まあ使うときにね、0 7 74円以上で利用しなきゃいけないってなると、まあ、ホテルのポイントを購入して1泊で使うっていうのはかなりね、えー、っと使うときにね、これ以上で使わないと。 あの、お得にはなりませんのでね、この点はね、結構難しいかなと思います。で、6京都とかね、あの、利用したいなっていう方は、この6万ポイント購入していただくと、12万ポイントになりまして、日6京都ね、だい8い9000以上はね、すると思いますんで、まあ、現金価格のね、ホテルで高いところでもう絶対行きますよっていう方はね、購入していただくのはね、まあいいのかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、それ以外の国内で使うっていうのはね、結構厳しいかなっていうところですね。で、 このキャンペーン自体がですね、まあ私毎回言っておりますけども、基本的にね、ホテルでポイント5連泊をしていただいて、5泊目無料で利用していただくのがね、おすすめっていうふうになっておりますので、まあそれだとね、こちらハワイのねヒルトンハワイアンビレッジですけども、まあこういったところでね、使っていただくと1泊7万ポイントが、まあ大体ね、375ドルで利用することができて、まあそれをね、あの5泊でやると37.59ドル、まあこれがね、28万円ぐらいするので、 んですけれどもこういったね、リゾート地でポイント5連泊ね、あの5泊するのをポイント5連泊で入れていただくと、まあ、5泊でね、あの7万ポイントで、本当は5泊だと35万ポイントなんですけれども、5泊目が無料になって、えー、28万ポイントで済みますんで、まあこれを購入していただくと、大体いい20万円ぐらいでね、宿泊することが21万円ぐらいか。 はい、宿泊することができますので、まあ大体7万円ぐらいね、お得になるよっていうところですよね。まあこういった感じでね、利用していただくのはね、非常におすすめです。で、先日ね、ハワイのね、旧トランポホテル。 新しくね、LXR になって宿泊してきましたけども、結構ね、再生していただいて本当にね、嬉しい限りです。で、このホテルはね、一泊だいたい404ドルぐらいするんですけども、それがね、10万ポイントで一泊宿泊することができるんですよね。これを全部ね、ポイントじゃなくて現金で宿泊しようとすると28、2855ドル。まあ、これがね、だいたい43万円ぐらいするんですよね。 非常に高いですよね。5泊で43万ですからね。はい。まあ、これがですね、ポイント10連、10万ポイントで5泊すると、まあ、本当はね、50万ポイント必要なんですけども、5泊目が無料になりますんで、40万ポイントが29万8千、30円で利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、これでね、比べていただくとね、まあ、10万円以上ね、お得に宿泊することができるっていうふうになりますんで、まあ、このホテルね、本当にめちゃくちゃ良かったので、もしね、 でハワイにね、もう行くことが決まってる。で、ご泊ね、しますよっていう方は、まあ、こういった形でね、利用していただくのはね、非常におすすめです。大人の方であればね、こっちのホテルがね、おすすめですし、お子様連れの方であればですね、こちらね、おすすめっていうふうになりますんで、 こっちのホテルだったらね、一応ね、大人4名でも、えー、宿泊することできるっていうふうになりますんで、4人家族でね、子供が大きい方でもね、入れるっていうふうになりますんで、これはね、非常にいいですよね。まあ、ああの、動画見ていただいた方はね、わかると思いますけれども、あの、ベッドが4台あるわけではございませんので、この点はね、あの、ホテルと相談して、えー、工夫してね、宿泊していただければなと思います。まあ、あご家族のどの組かはですね、2人でベッドっていう感じになると思うんですけれども、ま、あこれはね、あの、使い方次第ではね、 非常にお得に利用することができるのではないかと思いますので、ポイント購入キャンペーンはね、こういった感じで利用していただければなと思います。それでは次にですね、こちらね、なんと対象者限定でポイント2倍キャンペーンがね、来ているっていう風になるんですよね。こちらね、あの概要欄に公式制度載せておきますんで、ぜひね、対象者がどうか確認ねしてみていただければなと。 思います。こちらのキャンペーンね、登録後4ヶ月ポイント2倍のキャンペーンっていう風になっておりますので、まあ、登録しちゃうとね、 その登録した日からね、あの4ヶ月始まってしまうっていうふうになりますんで、もしね、ホテル宿泊する予定のある方は、その直前にね、チェックしていただければなぁと思います。こちらね、ちょっと英語で、えー、規約等々は書いてあるんですけども、私の方でね、要約させていただきました。こちらになるわけなんですけども、対象者限定ポイント2倍キャンペーンということで、エントリー期間が12月の31日まで非常に長いですよね。 で、宿泊期間がエントリー日から4ヶ月以内っていう風になります。ですので、エントリーした日が3月5日であれば、この日から4ヶ月間っていう風になりますので、もしね、ホテル宿泊する予定のある方は、宿泊する前にね、ぜひチェックしていただければなと思います。で、得点が1滞在につきポイント2倍ということで、まあ、この1滞在っていうのは、A ホテルで1泊、B ホテルで1泊だったら2滞在になるわけなんですけれども、1つのホテルで何泊しても1滞在の カウントっていう風になりますんでこの点ね、ご注意ください。で、ポイント付与は滞在完了後、6日から8日っていう風になっておりまして、このキャンペーンですね、他のキャンペーンと併用可能っていう風になっておりますんで、 皆さんね、知ってると思うんですけども、ポイントプラスキャンペーンやっておりますよね。滞在ごとに2000ポイント。さらにデジタル機を利用していただくと、えー、500ポイントがもらえるということで、まあこちらね、今月いっぱいで、えー、終了するキャンペーンになるわけなんですけども、ポイントでもね、宿泊してもこちらね、ポイントもらえるっていうふうになりますし、さらにデジタル機使うとね、500ポイントもらえるっていうふうになりますんで、めちゃくちゃいいキャンペーンなんですよね。 まあ、こういったキャンペーンがやっているわけなんですけども、こういったキャンペーンともですね、併用可能っていう風になっておりますので、これはめちゃくちゃいいですよね。ぜひね、こちらのキャンペーンね、対象になってないか、宿泊する前にね、チェックしていただければなぁと思います。一応ね、あの、よくある質問みたいなのもね、記載されておりますので、まあ、気になる方はですね、ぜひね、こちらもチェックね、してみていただければなぁと思います。 まあ今までね、対象者限定でポイント2倍キャンペーンなんてね、あんまり聞いたことなかったんですけども、まあこちらね、あの開始になっておりまして、残念ながら私は対象外なわけなんですけども、もしかしたらですね、対象の方もいらっしゃるかもしれませんので、まあポイント2倍でもらえればね、それはそれでめちゃくちゃいいのでね、ぜひこちら対象かどうかね、チェックしていただければなと思います。 はい。ということで、今回ですね、ヒルトンホテルが、ノマドホテルロンドンですね、買収。またね、またね、そのホテルグループのね、いくつかのホテルもね、このヒルトンホテルにね、入ってくるかもということで、解説させていただいたわけなんですけども、これはね、非常に楽しみですよね。ロンドンに行かれる方はですね、今後ね、このヒルトンホテルの予約サイトで、このノマドホテルのロンドンね、利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、値段的にはですね、8万円超えっていうふうになりますんで、まあ、おそらくね、11 1>, 1万とか12万とかそこら辺のポイント数になると思いますけどもヒルトンホテルポイントでもね利用することが今後できると思いますしまあ、対象外に入らなければウィークエンド無料宿泊特典とかでもね利用することができると思いますしまたねステータス特典ですよねこれも使えるかもしれませんのでねまたね詳しいステータス特典とかもね分かりましたらですね解説出したいと思いますのでぜひねチェックしていただければなぁと 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、t p 診断、マイル診断、マイルクリガ診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料で利用することできますので、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。